はい、どうもおはようございます。はい、今日5月24日、今日から練習が再開ということで、みんなで頑張っていきたいと思いますんで、まあ練習のね風景とかもちょっと載せていきながら、密を避けないといけないって言っても、ちょっとサッカーじゃなかなか難しいところもあるんで、さっき子供ら全員手洗いました。しっかりねゴシゴシしました。ゴシゴシしてきたんで、はい、大丈夫だと思うし、まあこのね密があるけど、まあしっかり除菌した中でみんなで楽しく練習していけたらと思うんで、頑張っていきます。はい、あやむ、ボールめっちゃ削れてるけど練習めっちゃしたん？はい。どのぐらい練習したん？1日4時間ぐらい。おー、さすがっすね。うまなった？だいぶ。いいよ。じゃあ期待します。声出していこう。はい、ゴール！姿勢よくね、姿勢よく。ああ、おい、よし、ナイス。おい、タクミ遅れてるよ。おい、タクミ遅れてるよ。鏡の真似しよう、鏡の方。いや、沼ちゃん行け、沼ちゃん行け、ゴール。リク動き早いからな。プロ。いやもうなんか YouTube 撮影するんやったらそっちの方がいいな思って。久しぶりに活動してめっちゃ楽しかったし、みんなでかなくてうおって思いました。今日の練習は誰も大きな怪我なくできてとても良かったです。これから頑張ります。そうだ、久々の練習やな。どうですか、楽しみですか？イエーイ。いや、これ打つんで、コータ。動きながら落とさないね、動きながら。時間作ってる人も落としたかね、時間作ってる人。
ちゃう。鬼はキュウリ逆一体しよう。鬼キュウリ逆駆け引きして。おー、グッド、ナイスプレドラガシャナスプレイ。無事に練習終わりました。
はい、で、まあやっぱ中3から、まあ、下は小学校ね、1年生、まあ、年長さんとかも参加してくれて、本当に、あの、なんていうんですかね、子供たちがサッカーする時間っていうのは、本当に素晴らしいなと思いました。笑顔も溢れてましたし、みんななんか生き生きしてた感じがあって、まあ、ジュニアオールとしてもね、活動が開始できたっていうのは非常に、嬉しいことなんで、また、来週からもね、平日練習が始まるんで、まあ、コロナの対策に気をつけながらみんなでやっていきたいと思います。はい。で、今回ね、みんなにね、渡したんですけどね、これ、ミサンガ、うちの選手一人一個渡してます。これ、コーチたちの手作りです。手作り。なんでこれ作ったかっていうと、まあね、あの、ミサンガって願いを込めるっていう意味であったり、つながりっていう意味とかがあったりするんで、まあ、僕らね、そのコロナをみんなで乗り越えようっていう意味で、このミサンガ、僕らコーチ陣手作りで200本作りました。200本で、みんな今日ね、子供たちもらって喜んでたんで、ぜひね、まあ、手首とか足首とかにつけるんですけど、学校とかでダメってもし言われたら、カバンとか自分の身の回りのものにつけたりとかして、まあこれを見て、まあみんなでね、コロナウイルスのこの、状況をね、みんなで乗り越えていって、いい日本、将来のために、いい未来のために、何かね、こうみんなで活動していける、っていうところをやっていけたらなって思います。これはまあ、ジュニオールの中で今やってるんですけど、もし、あの、こういうのにね、興味がある方とか、僕らも自分で作って、他のね、地域の方とか、学校とか、病院とか、いろんなところに持ってって、僕らなりのできることをね、どんどんやっていけたらと思うんで、ぜひね、共感してくれる人たちは、子供たちも、このミサンガの編み方を教えるから、もうそろそろ学校とかも始まるから、もしかしたら時間がないかもしれないけども、時間があればこのミサンガ編んでもらって、いろんな人に、ね、届けて、このミサンガに願いを込めて、どんな、ね、こともみんなで乗り越えて、いい未来、いい将来につなげていけたらなと思うんで、よろしくお願いします。はい、そしたら今日の練習、本当にね、子供たちの、サッカーする姿、楽しい姿を見れて、笑顔が見れてよかったです。はい、ありがとうございました。